皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、刑事ブレイダー実況プレイ、もう5回目でしょうか、進めていきたいと思います。前回ですね、池袋で、着きまして、終わっておりまして、進んでいきたいと思います。池袋に着いたところで何をしようか問題もね、結構あったりとかしましたので、でもこれどうなんですかね、体力と優位が少ないから一回寝泊まりしてよろしいですか。ホテルで、確か特に買う装備とかもなかった気がするんですよね。今の装備が一応最強だった気がします。で、テクターアウト今さっきしてた気がするので、テクターリペア、よし、はい、レベル21で。サンシャインがあるって言ってましたね。これサンシャインっぽいですよね、このタワー。テクターリペアとサンシャイン行きましょう。サンシャイン、確かサンシャインはイケイケ言われてましたよね。これ前から少し気になったんですけど、この愛のお守り、なんかね、ネットで見ると体力回復するって書いてあったんですよね。戦闘では使えないって書いてあるんだよな。なんでしょうね。もう一回フィールドに出たら、愛のお守り使ってみましょうか。ボンベは結構強かったですね。愛のお守り使う。何も起こらないと。じゃあネットの情報ガセだったの。行こう。サンシャイン6。6階ってこと？敵出ないのかな？サンシャインビラ、本当は60階だっけ？6階建てで許してね。まあこれはね、しょうがないですよね。ゲームの容量的なものもあったりとかですね。60階建てとかにすると、もうそれだけで一つのゲームができちゃいそうですよね、本当に。ドルアーガとかも、貝の冒険みたいになっちゃって。でもこのゲームでさえ6階に上がるのもちょっとだるめですよね。サンシャイン3ぐらいにしといてほしかったな。敵も出ないし、あんまりこの階段登るこのグラフィックあんまり意味を感じないですもんね。まあ文句ばっかり言っても仕方ないんですが、申し訳ございません。さあ着きました。トドロキ、やあ久蔵さん、実はアスカ博士の探していた3人のうち久保田博士が見つかったんだ。お、いいですね。アスカ急速に張ります。まだマスカーキーは揃わんか。いやー、これだっか。よし、サンシャイン6を出まして、先進みましょうか。どこ行けばいいんだろう。ちょっと西に行ってみましょう。西に進みます。西にですね、どうやら説明書の地図によると研究所があるみたいなんですよ。そこを目指したいと思います。今この時点でレベル21なんですけど、これが適正レベルかが何とも判断しづらいいいとこですよね。よし、 OK。 さあ研究所、なんかちょっと街っぽくなってきましたよね。ある気がするな。行き止まり、これ行き止まりですね。そしたらもう少しちょっと北の方に、わ、ボンベマンしか出ないし、このゲームすごい僕いいゲームだと思ってるんですけども、高いエンカウント率とこの単調な敵ばっかり、同じ敵ばっかり出るんですよ。エリアにだいたい敵2体ぐらいしか出てこないので、それさえ解消してくれれば神ゲーになれた気がするな。さあまた体力が減ってテクターアウトしておりますので、テクターリペアで、ライフマックスと、レベルはあとですね386で上がりますので、ちょいと進みながら敵を倒していけばレベルも上がるかな。あと経験値が次が359なんで、十数回か
戦えばレベルが上がるっていう計算なんですけど、いやしかし戦闘が大変、本当に戦闘がなんでしょうね、空き地みたいなところに来た。さあ、まあ、どんどん進んでいきましょう。とりあえず、あ、あったあった、カプセルコーポレーションみたいな、あー入れなかった。あるあるですよね、入ろうと思って左か右を押したら、そのままその慣性の法則みたいな形で、上か下にこうスーっていっちゃうっていう。敵出そう、地下、あ地下敵出ない、あこの人久保田くん、え久保田博士ですよね。林くんってなんでしょうね、通常なんか唐突に林くんって、林くんがいない、ネズミの林くん、じゃあお前さん探してくれんか、いいえ、探してくれたらいいものをあげよう探します、はい、そうかすまんのうちの、じゃあこれをあげよう、なんでしょうなんでしょう、池袋のレストランでうまいものが食えるぞ、おーなるほど、お食事券 OK、 林くん頼むぞ、やりました、お食事券をゲットしました。もうこれでこの辺のゾーンはいいですよね。そしたらワープして、池袋、この研究所っていうのはその今の研究所なんですよね。池袋に行きましょう。いや今回はサクサクと30分ぐらいで終わりたいですね。どうしようかな、なんかレストランに行っていきなり戦闘っていうのが嫌なんで、一回レベル22まで上げたいと思います。ここでずーっと同じ敵ですよ、もうずーっと見栄えも変わらず同じ敵。さあ倒しました、よしやったぜ、レベルアップだ、よしこれで強くなったのかな。一回ホテル泊まりたい、よしチャカチャン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 、よしそっか、ずっと戦ってて気づいたんですけど、今ね仲間がそういえばいないんだ、仲間がいないんですよね。あら仲間空白になってますもんね。ほったらレストランってどこでしたっけ、レストランって左の方だったかな、こっちの方行ってみましょう、ショップ、あショップですよね、レストラン、昔っぽいテイストが残るレストラン、ここですよね、あここここ、お食事券お持ちですね、ではお席の方へどうぞ、うわーなんかちょっと怖いな、セーブしといてもよかったかな、あネズミ、私がこのレストランのシェフでございます、今とっておきの料理を作って差し上げましょう、ふふふふふ、あー怪しい、ネズミくんがいますもんね、ネズミくん、あー戦闘だ、よかった、ちょっとレベル上げたり宿に泊まってとりあえず戦うか、お料理しましょう、いやーこれまた絶妙な戦闘バランスだな、このままご利用ししますとりあえず、お料理しましょう、ちょっと怖いから、これでショックとかされて動けなくなったら怖いんで、僕それで全滅になってるっていうのがあるんで、ライフマックス使っときましょう、ここで、よし OK、 そしたらこのまま回復と、なんか特に特殊攻撃してこないで攻撃力が高いだけですね、この敵、この邪道シェフなので体力に気をつけつつ、この物理攻撃で押していきます。
や持久戦ですね。 OK クリティカルヒットを倒しました。やりました。林くんありがちゅう。もう少しで食われるところだったちゅう。久保田博士のところへ行くんだちゅう。しょうがねえからついて行ってやるちゅう。林くん食われました。オッケー、林くん。さあ、ということで、ちょっと怖いんで、もう一回回復しときますね。オッケー。おじさんに話してみます。わ、わし合いまで何をしてたんだろう。あ、なんか操られてたんですかね。まあでも、このショップでどうでもいいけども、買いたいんだけど、買えないんだよな。ネズミくん、なんかいいことあるんですかね。林くんか、仲間になっていると。そしたらこのままワープして研究所に向かいたいと思います。研究所と。さあ研究所着きました。研究所、かわいいネズミくん、林くん連れてきたよ。お林くん、よく見つけてくれたの。それで話ってなんじゃ。なんじゃと。アスカ博士が生きとったか。マスターキーを集めてるのか。そうか、ついにあれを。わかった、ほら持ってけ。アスカ博士に間違いなく渡すんじゃい。わかったな、頼んだぞ。お若いの、マスターキー2を手に入れました。やりました。よし、ということでもうここはもう不要なんですかね。チューチュー、お見ました、またすごい乗り物。これで高速道路の、高速道路か、乗れるようになるんじゃないですか。これで戦闘とかないですよね。アスカ博士と偽物だったみたいな。とりあえずアスカ博士に鍵を見せに行きましょう。あ、な、え、なに、いきなり。我が名はキングジャド。アスカ博士の娘は俺が預かった。どうだ、悔しいか。俺の巨大要塞ネオ・ドクロンガーに来れれば娘は返してやろう。その前に将軍たちの餌食にならぬよう気をつけろ。ぐわー、また会おう。倒しちゃえばいいのに。キングジャドーも今絶対キングジャドーの方が強いじゃないですか、ブレーダーより。娘がさらわれちゃったのか。とりあえず、驚き博士に、あ、驚きだ、キュートさん早いとこ残りの真っ先を探してくださいよ。終わりました。レイコのことは心配せんでくれ。今の君にあの空を飛ぶ要塞ネクロドロンガー、ネクロドロン、ネオドクロンガーに乗り込むのは無理だ。今は最後の真っ先を探すことが君の仕事だと。その時カプセルの場所を教えよう。カプセルなんですね。わしが作ったこのバイク、ターボギア、ターボギア、ターボギア手に入れました。やった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 、ターボギア、ターボギア、もうもう持ってるんですかね。ユニット何も書いてないや。とりあえずでもターボギア持ってるんでしょうね、これで。ドーム、お茶の水、一回ごめんなさい、もう一回移動しますけども、お茶の水から御徒町経由で、その辺で確かぶつかった気がするんですよね。乗りましょう。もどかしいですよね。目の前に道路は見えてるんですけど、あ、ほらほらほら、たた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 た、やりました。さあこれで乗れるはず。うわ、敵が出る。ただこれでどこ行くか問題ですよね。結構 RPG あるあるで、乗り物手に入れたらどこに行けばいいか分かんない問題。 OK、 かっこいい。風でこう髪がなびいてる。敵出るよね多分。出ないの。どこ行くんだろう。かっこいい。あ、分岐、とりあえず下行きましょうか。
どこ行くの？わあ、分岐が多い。いやー、ちょっと迷うよこれ。どこ？これ、エールダイバー、これ見たことない敵ですよね。どうします？これとりあえずここどこにいるかわからないんですけども、ちょっと探索してみたいな。敵の強さもめちゃくちゃ強いわけでもなく適度な強さなんで、場所的にはなんかここ合ってる気がするんだけどな。うわ、かわいい、バニーちゃんかわいい。いやでもかわいいけど強いよ、すごい。確実に先制取られるし強いな。なんか待ちないのかな。いやね、この辺の敵強いんですよね。待ち、なんでしょうこれは。なんだろうな、ここ銀座とかかな。あ、銀座、銀座に行けみたいな話ありましたよね。よかったよかった、いきなりあたり。え、なんか塞いでる道、デカ山。あー、デカさん東京ドームにいましたっけ。デカさん気のせいかな。悪人どもに売りつけて商売してると。俺も邪道退治に混ぜてくれないか。え、いいえそんなこと言うなよ大将。デカ山が加わった。仲間になるんだデカさん。ちょいと宿に泊まります。あー、誰かいる。アルカポーネ、え、寝てる、寝太郎みたいな感じ。ね、寝させてくれないんですけど。なんだ、なんです。しょうがないか。なんでしょう、もう警備員さんみたいな。西にある工場は危険だから立ち入り禁止になったんだ。うわ、フラグー、行けと言っている。今回は工場を制覇してっていう感じかな。制覇して終わりかな。ブレーダーの姿でヒートテクターをつけていれば炎の中でもダメージを受けずに済みそうですと。マッハテクターですもんね今。シカゴのギャングのボス、アルカポーネが日本に来たらしいわ。さっきいましたよアルカポーネ。幕張のイベント見に来たのかしら。幕張に行くのかな。東の日本橋にアルカポーネの子分がいたよ。あー、日本橋も行かなきゃいけない。西は工場でしたっけ。工場があってっても入れないと。ショップ入りましょう。これ買えそうですね。ここなんか迷路みたいになってる。行けるのかな上。なんかある。いけないんでしょうね今は。なんだろう、ナパーム砲。あ、これか。ヒートテクター、ヒートテクター、メタルブレードってある。メタルパンチが10でマッハテクター16。がいいのか。とりあえず強そうなんでどうしようかな。ナパーム砲ゲットしましょう。はい、で売る。ヒートブレードね、売りましょう。はい、よし。これでどっちに装備しよう。ロケット砲外しましょうか。数字が大きい方がなんかいい気がしますよね。ナパーム砲をロケット砲に切り替えますと。で、もう撃っときましょう。どうしようかな。テクター買っときましょうかね。なので少しお金集めてテクターを買いましょう。で、なんだろうこれ、決闘みたいな、なんかこの間合いやですね。
このビルが火事なんですよ。あら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 、火事ですって。大変よ、火事よ。俺見たぜ、怪人がビルに放火するの。放火したってことは中にいないんでしょうね。とりあえず行きましょう。あ、そっか、火だからヒートテクター装備しろってことか。1650出したっけ。マネーを貯めよう。マネー貯めさせてください。よし、そうしましたらお金もですね貯まりましたので、ヒートテクターを買いましょう。はい、で、ヒートテクターを装備します。セットした。で、マッハテクター売りましょうね。もう早々にマッハテクター。よし、そしたら大変申し訳ないんですけども、メタルブレードやっぱり買いたいので、1800か。そしたらですね、また恒例のレベル上げプラスこのお金稼ぎ、行きたいと思いますので、ちょっとお金稼ぎしてもう一回このショップ行きましょう。さあさあさあ、上げてまいりましたよ。レベル24でございます。マネーがですね5587まで上がりました。そしたら、メタルブレードを買いたかったんで、メタルブレード買います。これで装備しましょう。メタルブレード使う。メタルパンチからメタルブレードを装備。よし、セット OK。で、メタルパンチを売ります。パワードリンク、回復アイテムが重要だとですね、視聴者様よりご情報もいただきましたので、パワードリンクも少し仕入れとこう。危ない危ない。ナパーム砲を1個仕入れていいですか。ナパーム砲をこう両手ナパームにしましょう。両手ナパームにします。こういうことで、ヘビバズカ売ります。ヘビバズカ売ります。よし、 OK、 これでスッキリした。これで火事のところに乗り込みます。え、これなんだろうな。戦闘員 X メタルブレード23。あ、全然戦える気がする。 OK、 炎はいる。あちち、え、あちち、あちちだけです。なんだろうな、郷ひろみさんなのかな。あちち、あちち、オッケー。これ2発で倒せるのはいい気がするな。とりあえず上登っていけばいいんでしょうか。なんかさっき下降りるとこありましたっけ。僕よくマップ見てなかったんですけど、こっち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 。どっち行く。とりあえず多分奥の階段に行った方がこのパターンは正解だと思うんで、近場から行って宝箱絶対あると思うんで回収したいですよね。ただエンカウントがすごい相変わらず。あー、やっぱりね、そうですよね。エナジーボール、簡単にレベル上がんなそうですね。次のレベルまで3090ですので、3090でしょ。この X が、あー、ってことは100回ぐらい戦闘しないとレベル上がんないっていう計算。いやー、時間かかりそう。
まあ、進みましょう。あ、人が倒れてます。助けましょう。でも、いいですね。レベル上げといてよかった。2レベルぐらい。おや、ゴホンゴホン助けて。犯人はそこの階段逃げてったわ。え、犯人中にいるんだ。戦闘です、戦闘。倒しましょう。そこの階段に逃げていったって、そこってことは、なんか僕の予想なんですけど、ショップに繋がってる気がするよ。これ。どうしようかな。ライフマックス。ああ、敵出るか。うん、絶対ショップに繋がってる気がするんですけど、僕。ああ、なんかいる。なんかいる。悪そう。確実に悪そうな、ドクロのバックプリント柄の T シャツ着てる。お前が宇宙刑事か。お前もこのビルと一緒に燃やしてやるぜ。かかれ、ホーカマン。ホーカ。ホーカマン。どうしよう。とりあえず、アームバースト。炎攻撃。うわー、結局強いや。ターボパワー。よし、これでいいや。これでいきましょう。ナパーム砲42。いやー、強いな。42です。42。メタルブレード41。あー、メタルブレードの方が強いかも。35。うわー、なんかすごい、なんでしょう、乱数というか、すごいブレますね、ダメージが。ナパーム砲とかの方が安定して強いのかな。37。あー、あんま変わんないな。2つ装備しても意味ないな。レベル上げたからなんでしょうか、これは。でもこれもこの敵攻撃力が高いだけで、もう自分の体力にこう注意しながら押していけば普通に勝てますね。 OK、 やりました。ホーカマンを倒しました。チキショー、せっかく邪道から買ったのに覚えてろよ。ヒュー、あ、いっちゃった。あ、やっぱり繋がってる。最初僕この人が悪役だと思ってたんですけど、違うんですね。いらっしゃいませ。ご用なんですか。買う。チケット。何のチケットだろう。とりあえず2枚買っておきましょうか。なんか、おっかないんで。え、何のチケット、唐突。え、どうしよう。とりあえず、犯人は倒したから、何かさっき倒れていた人のメッセージも変わると思うんですよね、僕。でも火は消えてない。チケットは買えた。なんだろうなぁ。ああ、女の人いなくなってる。ちょいとだるいのでワープで出ちゃいましょう。表まで。銀座。はい、ということでワープで戻ってきました。ビルが燃えている正面まで行ってみましょう。ああ、火事。ああ、変わんないのか。消防車を結局呼んでないってことね。もう一回火に話しかけてみます、一応。ただ雑なのが、このビルの、この建物内って、この戦闘員 X しか出ないんですよね。せめてもうちょっと出てほしかったな。ああ。あちち、あちちで終わりですね。出ましょう。敵が出る、出る。さあ、話していない人とかいます？女の子話したかな。工場の先は品川に続く道路がありますと。品川行けるんだ。このビル。ああ、お食事か。
チケット買っただけで次どこに行けっていう詳しい情報がないままですね。東に行けば、幕張とか行くんでしたよね。でこの人は起きないと、どうしようかな。とりあえずごめんなさい、まずこっち行きましょう。東、この道路に沿って歩いた方がいいでしょうね。東、なあちょっと遠いな。いやー遠い。そっか、一応銀座から幕張っていう体だから実際にも距離あるじゃないですか、銀座幕張間って。っていうのわざわざマップで再現しちゃってるのかな。遠いです、すっごい。早く着いてワープで移動したいな。これっぽいな。間違えた、幕張じゃない、日本橋ですね。でも日本橋と銀座ってなんか近い気がしましたけど、まあいいか。川を渡り道に沿っていくと幕張とメッセ、幕張とメッセがあると。え、大変、街で怪人同士が喧嘩しているのを、大騒ぎよ。あらあら、今日はその喧嘩を見届けて終わりにしましょうか。サクッと、どうしようかな。手榴弾売るか。はい、アイテムのラインナップ気になりますね。あー、そういうことか。絶輪 Z900 円って高いですね。あの二人の喧嘩を止められるのはボスのアルカポーネしかいない。はい、あ、そういうことか。あ、こういうこと？アルカポーネが止めないとダメ？止めてくれるな、おっかさん。戦いの邪魔だ。なるほど、これで通れないようになってるってことですね。でもあれ、町の入り口だから別にどうってことないんですけど。いや、そしたらアルカポーネに会いに行きます。止まろう。アルカポーネでも起きない気がするんだけど、とりあえずこの日本橋からザーギンに戻りましょうか。ザーギンに行きます。銀座に戻ってまいりました。アルカポーネはホテルにいますので、これですよね。ただ寝てるんですよね。あ、起きた起きた。うるさいぞ。何？ロイとジョニーがまた揉めているのか。昭和の奴らだ。少し懲らしめてやる。オッケー、行きました。怪しげな、なんか、グラフィックでしたね。よし、そしたら、日本橋に行きましょう。もう一回戻ります。一歩歩いてエンカウント。さあ、日本橋に着きました。ここで止めてる。あ、あれ？いなくなってる。止まってる。おい、お前ら、二度と騒ぎ起こすなよ。とほほ邪道から買った怪人を壊しちまったぜ。あ、それで奥に行けるんだ。なるほど。怪人は壊すし、ボスには怒られるしで最悪だぜ、ベイビー。先行っちゃいましょうかね。幕張行きたいな。敵も変わってないと。幕張ってやめよう。幕張、幕張。すぐ着きそうな気がする。
まだかな。長いですここの道のりが。いやー結構歩かせるな。まだかまだかまだか。ブラッドマリー、なんかこれ女性兵士っていう感じなのかな。すごくなんか気の強そうな女の子。そんな強くないな。特殊攻撃やっていくのかな。ね、可愛い感じですね。うん。長いなー。行きましょう。よし行きましょう行きましょう。あーよしよした。遠いなー。あーやっと着いた。ここでしょう。いやー結構戦闘しましたね。なんだかんだやっぱりお金と経験値も溜まってますもん。よし入ろう。ここ幕張でしょう。幕張 OK。 さあ情報収集しましょう。ジョーダン博士、確かにホテルに泊まっていたらしいわよ。ホテル泊まってんだ。ホテル行きましょう。外人賞？え？違うの？外人賞があるの？何なのそれ？何なのそれ？賞がやってるんですかね？何だろう？あれ？ホテルに行っていないや。泊まってみます一応。まあまあ何もないですよね。さあ。もうちょいちょい情報収集をしましょうか。世界中の悪人どもがメッセに集まるってニュースで言ってたよ。幕張メッセに集まっていると。メッセに入れるチケットは銀座で売られています。ってことはこのデカヤマ刑事の分も含めて2枚で正解だったのかな。1枚だけでよかったのかな。ミディちゃん、急増3人目の博士のジョーダン博士がこの町に来たらしいわ。有名なロボットの研究家なの。私はもう少し探してみるわ。なるほど、探してくださいミディちゃん。あ、アイテムがいっぱいで買えません。どうしよう。パワードリンク1個手放します。で買う。とりあえずはなんとなしにこの U がついていない武器、なんかそんなにいらない気がしてきたんですけど、とりあえずこのジャベリンとバトルテクターは買いたいですね。ジャベリンまず買おう。攻撃力でやっぱり押したい。で、ジャベリンを装備しましょう。ジャベリンよし強く、あーやべキャンセルしちゃった。これで強くなっているはずですと。よしセットしました。とりあえずナパーム砲でいいでしょう。メタルブレード。で、あとはバトルテクターか。3000。よし。そしたらですね、マネーを3000まで上げてバトルテクターを買って今日は終わりにしたいと思います。はい、ということでバトルテクターが確か3000なんですよ。3000マネー貯まりましたので、
バトルテクターを買って、今日は終わりたいと思います。さあバトルテクター買いましょう。レディーバズーカバトルテクターよいしょ。でバトルテクターをセット、よし。でヒートテクター売りましょう。多分もう炎のとこ入らないと思いますよね多分。よし、これでセーブしましょう。結構なんか今日レベル上げがしんどかったな。さあセーブしちゃう。セーブ終了しました。よし、はい、ということでございまして、ケージブレイダー実況プレイ今日で5回目でしょうか、無事終わりまして、レベルも溜まりまして、幕張につきましてかなり進んだんじゃないかと思います。次で多分またボスと、何かしらですね戦えるんじゃないかなと思いますので、ぜひ次回も楽しみにしていただけますと幸いでございます。ということでございまして、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。